こんばんは、こんばんは。ハレルヤ、アメン。こんばんは、ハレルヤ。これで大丈夫ですね。今日はですね、チャンネル放送なんですが、LTL スタジオでしたいと思いますね。LTL スタジオですね。そして、ツイキャスの方も、あら、ちょっと画面が、これいいかな。画面、ツイキャスも並行してやります。はい。はい、こんばんは。こんばんは、ハレルヤ、アメン。今日は、9月26日、土曜日、チャンネルからの年度放送ですね。チャンネルからの年度放送です。こんばんは、今日も勉強。こんばんは、今日も勉強に来ました、ゆうばさん。司会の受付カウンター。司会の受付カウンターから生放送中。ご安徳さん、土曜日はチャンネル。ご安徳さん、土曜日はチャンネル。ハレルヤ、ご安徳さん。今日も、今日も、学びに来ました。学びに来ました。アメン。そうですね。そうですね。なんかチャンネル放送っていうのは、なんかチャンネル放送っていうのは BSP がないのでね。ちょっと BSP がないのはちょっと BSP がないのはちょっとこう寂しいですよね。BSP をぜひ BSP をまたこのチャンネルでもできるようにしてほしいと思います。できるようにしてほしいと思います。チャンネルで BSP できる、チャンネルで BSP できるといいですね。はい、よしきさんこんばんは。よしきさんこんばんは。よしきさんこんばんは。ハレルヤ。そうですね。そうですね。今日はですね、タイトル、今日はですね、タイトルがありまして、今日はあなたは正直に生きていますかということですが、クリスチャンになって、クリスチャンになって、大きく変化します。大きく変化します。クリスチャンになってまず一つは、クリスチャンになってまず一つは優しくなることですね。優しくなること。優しくなること。人に対して優しくなる。これはクリスチャンになると、まあ、なるとそうなります。それから2番目は、それから2番目は、嘘をつかなくなるという、ね、嘘をつかなくなって、嘘をつかなくなって、まあ正直になる。これがクリスチャンの、まだありますよ。まだあります。誠実になるとかね。それから、そうですね。まだある、たくさんあるんですが、とりあえず、優しくなる。優しくなる。ね。正直になる。正直になる。正直になる。嘘をつかない。まあこれが、クリスチャンになると、そういう変化があるということですね。どうして、どうして多くの人は、まあ、正直に生きれないかというと、正直に生きると、なんか損をする感じがあるんですよ。破壊行為もやめれますか？やめれますよ、ヨシキさん。破壊行為はやめれます。破壊行為やめれます。破壊行為っていうのはね、何かこう、まあ、むしゃくしゃして、そのものを壊したくなるんですが、それも、まあ、一種の破壊の悪霊と言ったらいいのかな。破壊の悪霊ということで、その破壊の悪霊が出ていけば、壊したくなくなっていきます。物を大事にするようになります。すべてのものはイエス様のもので、神様のもので、私たちは神のものを大事にするんですね。人生を通して聖書を学ぶことにより、嘘をつかなくなります。アメン。アメン。鬱が辛くて、鬱が強くて辛いです。鬱の悪霊というのもあります。鬱の悪霊。イエス様を信じるときに、鬱の悪霊が出てきます。鬱の悪霊出てきますから、ぜひ、放送を聞き続けてくだされば、
嘘の悪霊が出て、苦しみが減っていくと思います。こんばんは。毎日 YouTube を YouTube で見ています。ありがとうございます。夜の校舎、窓ガラス、壊して回った。意外とそういう人がいますよね。鬱が強くて辛いです。大丈夫です。イエス様を信じてください。イエス様が、助けてくれます。イエス様が助けてくれます。もう手首を赤くして泣く夜は終わるんですね。はい、ヨシキさん。そうですよ。もう自分の体はです。イエス様のものです。自分のものだと思ってはいけません。ヨシキさんの体はイエス様が買い取ったイエス様のものですから、もうそれを傷つけてはいけません。この放送とイエス様が生きがいです。聖書を1日 3.6 ページ読む習慣がつきました。3.6 ページ。イエス様は助けて。アメン。イエス様は助けて。この放送に出会うまで、15、16、17と、私の人生、暗かった。どっかで聞いた歌詞ですね。LTL のクリスマス礼拝行きたいです。ハロウィンはダメですよ、皆さん。10月31日にハロウィンがありますけど。ハロウィンは、お祝いしないでください。ハロウィンは悪霊的なお祭りです。悪霊的です。ですから、それは、ハロウィンしないでください。後ろの植物がかわいそう。キューちゃん、若い頃、どんな音楽を聴いてましたか？ミシンちゃんの時はですね、フォークソング聴いてましたね、フォークソングですね。2チャンネル見たらいろいろ書いてありますが、真実ですか、ヨシキさん。いえ、もう信じないでください。2チャンネル信じないでください。もう、悪魔はですね、嘘つきです。悪魔は嘘つきで、もう嘘ばっかり書いてあります。ですから皆さん、悪魔の嘘に騙されないでくださいね。悪魔の嘘に騙されないでくださいよ。はい。キューちゃんのブログはどれが本物ですか？私今ブログ書いてませんから、全部嘘ですね。私今ブログ書いておりません。ブログは全部嘘です。A さん辞めたがってるのに辞めさせないって、そんなことありません。悪霊が入ると霊が見えるんですか？悪霊が入ると霊が見える。御霊の賜物にですね、霊の見分けというのがありまして、だんだん霊的なことが分かってきます。明日の礼拝は盛り上がりそうですか？それ分かりませんよ。明日になってみなければ分かりません。でもまあ、聖霊様が決めるという。エイジさん、ね、自分は自由です。エイジさん、ね、エイジさんが証言してくれてます、ね。自分は自由です。エイジさん、アメン。
LTL 協会にいつか行ってみたい。LTL 協会にいつか行ってみたいです。あ、来てください。来てください。今でも富樫さんと連絡を取り合って、今でも富樫さんと連絡を取り合ってるって本当ですか？この間スカイプしましたよ。この間勝野子さんとスカイプ。この間勝野子さんとスカイプしました。ラピスさんが黒髪になってます。ラピスさんが黒髪になってます。そうですね。嬉しいですね。嬉しいですね。いいですね、黒髪。黒髪いいですね、黒髪ね。はい、はい、明日の礼拝まで起きて待ってます。明日の礼拝まで起きて待ってます。寝てもいいですよ、寝てもね。神社のお札と十字架のペンダント、神社のお札と十字架のペンダントはどっちが悪霊を払いますか？悪霊を追い出すのはですね、悪霊を追い出すのはですね、精霊様の力ですね。精霊様、お守りで、精霊様、お守りで、お札とかお守りで、ではありません。悪霊を追い出すのではありません。信仰で、悪霊を追い出します。キューちゃんはすごくお金持ちって本当ですか？キューちゃんはすごくお金持ちって本当ですか？お金持ちではありません。お金持ちではありません。お金持ちではありません。リバイバルを待ち続けて、リバイバルを待ち続けて、6年目に突入しましたが、まだですか？今年から起きてほしいと願っております。今年から起きてほしいと願っておりますね。リバイバル、ヨベルの年に入りましたから、ヨベルの年に入りましたから、リバイバルが起きてほしいと思います。というのは安全ですか？カルチザマというのは安全ですか？私は、吉木さん、福音派から、私はですね、福音派からカルチザマになりました。世界のね、世界のプロテスタントの主流はカリスマ派ですね。世界中のリバイバルはカリスマ派が主導権を握っております。私はカリスマをおすすめします。私はカリスマをおすすめしますね。カリスマをおすすめします。日本ではね、日本では確かに少数派です、カリスマは、ね。10の教会のうち1つしかありません。でも日本では、ね、世界は逆ですね。でも世界は逆ですね。カリスマ派が多いです。世界はカリスマ派が多いです。私の教会には、今までナイジェリアの人、中国の人、それから中国の人、それから、あとですね、コートジュバールの人。あとですね、コートジュバールの人。来たことがありますけど。来たことがあります。私はいろんな世界中の、私はいろんな世界中の教会に参りましたが、カリスマ派が、元気とても、カリスマが多いです。元気ですね、カリスマが多いです。世界的に見て一番信者が、世界的に見て一番信者が多いのは、プロテスタントではカリスマ派ですね。カリスマが一番多いです。カリスマが一番、カリスマは一番聖書的だと、カリスマは一番聖書的だと思います。ご安徳さん、アメン。クリスチャンになって良かったことありますか？クリスチャンになって良かったことありますか？良かったところではありません。良かったところではありません。良かったところじゃなくて、良かったところじゃなくて、救われました。救われましたよ。韓国のヨイド教会系は、韓国のヨイド教会系はカリスマ派ですか？一応聖霊派ですか？一応聖霊派ですか？聖霊派ですが、まあ、カリスマ派と言ってもいいし、カリスマ派と言ってもいいし、ペンテコステ派と言ってもいいます。いいですが、まあ、ちょっとそのね、違いがはっきりしていません。カリスマとペンテコステ派の違いがはっきりしませんが、まあ聖霊派と言ってもいいでしょう。聖霊派ですね。なんでチャンネル放送だと人が少ないの？なんでチャンネル放送だと人が少ないの？
私が少ない、知りたいんですね、私が知りたいんですが、どうしてチャンネルだと人が少ない、土曜日の夜だっていうこともあるみたいですね、土曜日の夜だっていうこともあるみたいですね、土曜日の夜はあまり人が来ない、土曜日の夜はあまり人が来ない夜ですよ、うん、はい、そうですね。はい、そうですね。それじゃあ、タイトルいきましょうか。タイトルいきましょうか。タイトルいきます。ね、タイトルいきます。あなたは正直に生きていますか。それではあなたは正直に生きていますか。正直に生きていますか。あなたは正直に生きていますか。答えていただきましょう。じゃあ皆さんに、はい、答えていただきましょう。はい、天国大学テスト。天国大学テスト。あなたは正直に生きていますか。天国大学テスト。あなたは正直に生きていますか。はい。そうですね、アンケート取っても、そうですね、アンケート取ってもいいかな。アンケートあまり信じられないですからね。アンケートあまり信じられないですからね、はい、それではあなたは正直に生きてますか。それではあなたは正直に生きてますか。答えてください。答えてください。自暴自棄に生きています。自暴自棄に生きています。時々嘘をついてます。時々嘘をついてます。よしきさん正直です。よしきさん正直です。私も油注ぎが起きた。すごいすごい、私も油注ぎが起きた。自分を偽っているのが辛いです。自分を偽っているのが辛いです。正直とは、正直とは言えないと思います。欲望に正直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 は良くないね。欲望に正直は良くありません、ね。欲望に正直は良くありません。気をつけています。嘘をつかないように気をつけています。傲慢だったけど、正直に。傲慢だったけど、正直に生きるようになった。両親に正直に中絶のことを。両親に正直に中絶のことを話しました。自分は罪深い人間だと思います。自分は罪深い人間だと思います。それは正直です。売春をしたり、悪さをしたり、売春をしたり、今は悪さをしていた。今は信仰で正直に生きている。アメン。アメン。嘘をつくのがもともと苦手なので、嘘をつくのがもともと苦手なので、素直に生きている方が楽です。アメン。チャンネルだとアラートに引っかからない。チャンネルだとアラートに引っかからない。あ、そうですか。皆さん、チャンネルだとアラートに引っかからないんでしょうか。今では、イエス様のおかげで、今では、イエス様のおかげで正直です。イエス様のおかげで正直、正直者です。イエス様のおかげで正直、正直者です。ポテチン人生、まっすぐ人生。ポテチン人生、まっすぐ人生。ポテチンって何ですかね。絶対にガチで正直に生きようと思った。絶対にガチで正直に生きようと思った。アメン。ラピスさんが黒髪に戻した。ラピスさんが黒髪に戻した。セレ様が働いているのね。アメン。従軍ヤンフはないと嘘をついて、従軍ヤンフはないと嘘をついて生きてきました。正直に生きたいです。正直に生きたいです。イエス様のおかげで毎晩、イエス様のおかげで毎晩正直に生きています。
イエス様から承認を得ようとで正直ではないような気がするので、イエス様から承認を得ようと努力しちゃうとそれって正直ではないような気がするのです。嘘つきだった、正直言って治った、アメン。以前は自分にさえ嘘つきだった、正直言って嘘つきだった、人生は素晴らしいと思う、正直言って治った、アメン。以前は自分にさえ嘘つきでしたね、ヨシキさん、アメン。人生は素晴らしいと思った、嘘についてキューちゃんの偽物を演じようとしましたが、悔い改めます、アメン。嘘についてキューちゃんの偽物を演じようとしましたが、はい、悔い改めます、アメン。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。嘘をつくのか、ありがとうございました、なぜ嘘をつくのか、それはですね、やっぱりなぜ人間が嘘をつくのか、さっきも言った、その、なぜ嘘をつくのか、正直とかね、それはですね、やっぱりその、それは、さっきも言った、その、自分に正直とかね、その欲望に正直っていうのは、それは本当の正直じゃないんですよ。その、LTL メンバーに入りたい、ドラム空いてますか、まあ、結論から言うとですね、一応空いてます。一応空いてます。LTL メンバーに入りたい、ドラム空いてますか、ゆしきさん、ドラム、ですね、好きならですね、一応空いてます。一応空いてますが、明日来てくださったゆしきさん、ドラム好きならですね、来てください。明日来てくださってもいいですよ。明日日曜日ですから、来てくださいね。まあ、正直っていうのは、今のところ空いています、ドラムがね。まあ、神様に正直かどうか。正直っていうのは結局はですね、正直かどうか。まあ、神様に正直かどうか。神様に正直かどうか。では自分の悪いこと、まあ、それがまず、正直というわけですね。正直っていうのは何に正直か。例えば自分の悪い心に正直だったらね、悪いことしちゃうわけですよ。で、悪い心に正直とか、欲望に正直っていうのは、神様に対して、それは本当の正直ではないんですね。本当の正直っていうのは、または、神様に対して正直。正しいことに対して正直と言ったらもいいかもしれませんね。神様に対して正直。または、正しいことに対して正直と言ったらいいかもしれませんね。正直ですね。正しいこと。そういう意味での正直ですね。自分を偽っていた。しかし、神への愛は正直。アメン。恋愛で、イエス様、正直に自分を偽っていた。イエス様、しかし、神への愛は正直。アメン。イエス様、正直にしてください。イエス様は正直にしてください。ずっと苦しかったですね。楽になりましたね。ヨシキさん、アメン。アメン。イエス様が罪を許してくれた。ずっと苦しかったですね。楽になりましたね。ヨシキさん、アメン。くださると楽になります。アメン。イエス様が罪を許してくれたんですね。罪は重いです。イエス様が罪を許してくださると楽になります。イエス様が取ってくれた。罪は重いです。そうすると罪は重いんです。その罪を楽になります。イエス様が取ってくれるんですね。しかし侵略して、そうすると楽になります。いつも日本は侵略していないと嘘をついた。しかし侵略してた。アメン。いつも聖歌を歌うため喉を大切にしています。トシさん。ですね、そこのところちょっと聖書一箇所ありますから。ちょっとサーバー切れちゃったですね。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと読みますね。はい。ちょっと読みますね。第一ヨハネの一章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 。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。罪はないというなら、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、
真理は神は真実で正しい方ですから、もし私たちがその罪を許し、言い表すなら、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もしその罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者としているのです。もし神の言葉は私たちのうちにありません。皆さん、ここにあるのはですね、神の言葉は私たちのうちに正直というのはね、正直というのは、ここにある、自分に罪がある、正直というのはね、自分に罪がある、それが自分に罪がある、正直なことなんですね。ぜひ皆さん、そこのところを理解してください。それがまず正直というのは、正直なこと、自分に罪がある。ぜひ皆さん、そこのところ、自分に神様に対する罪がある、ま、正直というのは、それを認めることが、まず正直ということです。つまり自分に罪がないというなら、自分を欺いている、それを認めることが、自分に嘘をついているということですね。つまり自分に罪がないというなら、自分を欺いている、本当の正直、自分に嘘をついている、本当の正直は自分に罪があるということを認めることです。本当の正直、はい、皆さん、本当の正直は自分、仲間にひどいことをしてきましたね、ヨシキさん。でもイエス様が許してくれますよ、ヨシキさん。仲間にイエス様が許してくれますから、でもイエス様が許してくれますよ、ヨシキさん、許されると信じてください。イエス様が許してくれますから、許されると信じてください。ぜひ、はい、皆さん、わかりましたか。自分に罪があると認めること、これが正直だということですね。はい、皆さん、わかりましたか。これが正直です。自分に罪があると、はい、それでは聞きますよ、皆さん、これが正直だと、自分は神様に対して罪があると、はい、それでは聞きますよ、皆さん、罪があると認めるものは手を挙げてください。自分は神に対して罪を犯してきた、罪があると認めるものは手を挙げてください。罪を犯してきた、自分は、自分には罪があると認めるもの、手を挙げてください。ヨシキさん、アメン。罪を犯してきた、アメン。自分には罪があると認めるもの、アメン。手を挙げてください。ヨシキさん、アメン。アメン、素晴らしい、アメン、素晴らしいです、アメン、アメン、アメン、素晴らしい。トラウマで嘘をついてきたけど、イエス様の愛で正直になりました。すごい、トシさん、トラウマで嘘をついてきた、アメン、結構多いですね。イエス様の愛で正直になりました。すごい、結構多いですね。中国の方もいます。中国の方もいます。はい、皆さん、皆さんは正直です。皆さんは正直ですよ。はい、皆さん、罪を認めたから、皆さんは正直です、ね、皆さん、罪を認めたから、皆さんは正直なんです。罪を認めたから、その正直な心、罪を認めたから、皆さん正直、罪があるという認めるならば、皆さん、その自分の罪を言い表すなら、ね、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。素顔のままで生きたいですね。アメン。皆さんが正直になって、皆さんが正直になって自分の罪を認めたので、皆さんはイエス・キリストによって、イエス・キリストによって罪が許されます。皆さんの罪は許されます。皆さんの罪は許されます。皆さんが正直にイエス・キリストに会って罪を認めたので、皆さんの罪は許されます。罪を認めたので、皆さんは、の罪は許されますよ。皆さんの罪は許されます。皆さんは、の罪は許されますよ。喜んでください。皆さんの罪は喜んでください。許されます。そしてこれからは、イエス・キリストに会って正直に会いましょう。そしてこれからは、正直に生きるというのは、イエス・キリストに会ってイエス様に向かって正直に生きるということですね。友人と和解できました、ヨシキさん、ハレルヤ。イエス様に向かって正直に生きるというのは、ということですね。イエス様に向かって正直に生きました、ヨシキさん、ハレルヤ。イエス様に向かって正直に生きるというのは、これが正直に生きるということです。クリスチャンは、クリスチャンは正直に罪を認めて、これが正直に、正直にイエス様に向かって生きることです。クリスチャンは正直に罪を正直に
イエス様に向かって生きる。イエス様に向かって生きること、これが本当の正直です。正直に、これが本当の正直です。アメン。これが本当の正直です。アメン。72番完全にやめて、女性を性欲で見なくなりました。ラピスさん、アメン。アメン。72番、完全にイエス様のために全身全霊で聖歌を歌います。トシさん、十字架を見せてください。イエス様のために全身全霊で聖歌を歌います。十字架見えますか。十字架を見せてください。はい、十字架です。十字架見えますか。十字架ね。はい、十字架です。はい。そして私たちはですね、愛を持って真理を語り、愛を持って真理を語り、はい、そして私たちはですね、正しければ何を言ってもいいということではありません。愛を持って真理を語り、正しいことを言って傷つけることももちろんあります。正しければ何を言ってもいいということではありません。私たちは正直に真理を語らなければなりませんが、傷つけることも、しかし愛を持って語る必要があります。私たちは正直に真理を、正しく言っても傷つけたら良くないんです。しかし愛を持って語る必要があります。正しいことを言うだけではなく、愛を持って言う。傷つけたら良くないんです。もし傷つくならば、ね、ちょっと言わないとかね。言うだけではなく、傷つくならば言わない。そういう愛が必要だよということですね。ちょっと言わないとか。素直になります。悔い改めます。ヒデさん、アメン。そういう愛が必要だよ。私たちは神様にあって素直になります。正直に生きるものです。ヒデさん、アメン。神様にあって正直に生きる。私たちは、それは本当の生き方なんです。生きるものです。皆さんがこれから嘘のない人生、本当の生き方なんです。嘘をですね、捨てる人生、悔い改めるっていうのはそういうところもあるんですよ。悔い改めるっていうのは嘘をついてきたことを悔い改めるということですね。傷つくことなんて慣れたけど、やっぱ愛が欲しいです。アメン。悔い改めるということですね。アメン。傷つくことなんて慣れだけど、やっぱ愛が欲しいです。アメン。ぜひ皆さんが、その罪を認めたわけですから、ぜひ皆さんが罪を認めたので、その罪が許されますから、その罪を認めたわけですから、これからは認めたわけですから、嘘のない言い方をしましょう。その罪が許されます。正々堂々と正直に、正々堂々と正直に生きるのです。そして正々堂々と神様に向かって、先生、神様に向かって正直に生きる。これはとても大事だと思います。向かって、神様に認めます。罪を認めます。前向きになります。アメン。とても大事だと思います。アメン。認めます。罪を認めます。前向きになります。アメン。はい、それじゃあですね、角部行きましょうかね。角部。正直つのべ。はい、それじゃあですね、つのべ。正直つのべ。つのべ。皆さん、これからは、正直つのべ。正々堂々と、正直に行きましょう。皆さん、正々堂々と、正直に行きますか？正直つのべ。皆さんがこれから正直に行く。正直に行きますか？嘘を捨てて。正直、嘘を捨てて、イエス様に向かって正直に。さんがこれから正直に行く。イエス様に向かって正直に行きましょう。嘘を捨てて、イエス様に向かって正直に行く。イエスキリストにあって生まれ変わります。イエスキリストにあって生まれ変わります。私たちは正直に生きることができます。
イエス・キリストにあって生まれ変わり、I cannot walk alone anymore。 ヨシキさん、もう一人では歩けない。 I cannot walk alone anymore。 もう一人では歩けない。イエス様と共に歩みましょう。もう一人では歩けない。ヨシキさん、イエス様と共に歩むなんです。一人では一人で歩いてはいけません。一人で歩いてはいけません。イエス様と共に歩むのです。兄弟姉妹と共に歩むのです。私はクリスチャンになりたい。なれます。イエス様と共になります。イエス・キリストを信じればクリスチャン。私はクリスチャンになりたい。イエス・キリストを信じればクリスチャンなんです。なります。皆さん、もう、皆さんは信じました。皆さんはイエス・キリストを信じました。もう自分のことをクリスチャンと思ってください。自分のことをクリスチャン、信じました。ああ、私はクリスチャンだ。ああ、私はクリスチャンだと思ってください。皆さんはクリスチャンです。クリスチャンです。正直にいきましょう。皆さんはクリスチャンです。欲望に正直ではありません。クリスチャンです。正直にいきましょう。悪い心に正直に生きるのではありません。イエス・キリストにあって、イエス様に向かって正直です。悪い心に正直です。I am full of love。私は愛に満たされている。イエス様にあって、イエス様に向かって正直。イエス様に愛されています。I am full of love。お金がなくてもクリスチャンになれますか？もちろんなれます。もちろん。イエス様に愛されています。お金がなくてもクリスチャンになれますか？皆さんは、もちろん。これから正直に行きましょう。皆さんは、もう少し具体的。まあ、具体的に言うならばですね、正直にいきましょう。もう少し具体的に、もうイエス様の教えに正しく守るということでしょう。つまりイエス様の教えを守らなければ正しくない、正直じゃないと言えるでしょう。つまりイエス様の教えを、イエス様の教えを認め、イエス様の命令を守るなら、それが本当の正直だと思います。イエス様の命令を、信仰というのは正直に生きるということです。それが本当の信仰というのは、イエス・キリストの言葉に正直に生きるということです。信仰というのは正直に生きるということです。罪というのはそのイエス様の言葉に正直に生きるということです。を守らない。罪というのは、イエス様の、その命令に背くを守らない、神の命令に背くこと、それが罪です。つまり嘘をつくということですね。神の命令に背くこと、それが罪です。つまり嘘をつくということですね。はい、電波系牧師なんですね。かっこいいと思います。電波系牧師、ネット牧師と言いますね。はい、ネット牧師、電波系牧師なんです。私はとても罪深いです。電波系牧師、私はとても罪深いです。そうです、そのように思うのが正直ということですね。私はとても罪深いです。私はとても罪深いです。そうです。自分が罪深いと。のが正直ということ。罪があると認めることが正直ということですね。自分が罪深いと。はい。それではですね。罪があると。明石ターミン行きましょう。正直ということですね。はい。それでは。自分で正しいと信じていれば、嘘でも正しいですか。自分で正しいと信じていれば、嘘でも正しいと信じていれば、イエス様の言葉に正しいかどうかですね。正しいと信じていれば嘘とも正しい。イエス様の言葉に対して正しく生きるということですね。イエス様の言葉に正しいかどうか。はい、それでは証しタイム行きましょう。イエス様を信じて正しく生きるということ。イエス様を信じて正直になった証。証しタイム行きましょう。イエス様を信じて嘘が嫌いになった証。イエス様を信じて、イエス様を信じて、イエス様を信じて、自分は罪深いということが分かった証。イエス様を信じて、人の不正を許すことができるようになった証。スタート。イエス様を信じて、スタート。スタート。不正を許すことができるようになった証。スタート。スタート。スタート。カオスな牧師と思っていたけど、イエスありきの牧師と思った。やっと自分が分かった。信仰で失った自分を取り戻せた。イエスありきの牧師と思った。やっと自分が分かった。信仰で失った自分を、この御葬でイエス様を知り信じることができました。友人を大切にしようと思いましたね。ヨシキさん、この御葬で、この御葬で正直になりました。信じることができました。
友人を大切にしようと思いました、ね、イエス様の教えはどんなことでも守るの。そうです、どんなことでも守るんです。イエス様の誰に愛されているよりイエス様に愛されたいです。よく見せようと思うのをやめたいです。誰に愛されているよりイエス様に愛されたいです。よく見せようと思うのをやめたいです。ニコ生で愛がある放送はここだけと思いました。肩の重荷が取れた気がします。ニコ生で愛がある放送はここだけと思いました。信仰で親に旅行をプレゼントできるまで思いやりの心が持てた。信仰で親に旅行罪から離れ神の戒めを守りたい。心が持てた。罪から日本人の価値観は間違いだと思う。日本人の価値観は間違いだと思う。この放送で嘘を嘘だと見抜く力がつきました。この放送で嘘を慰安婦の強制連行はあったと思う。私は本当のクリスチャンです。アメン。強制連行はあったと思う。欲望に正直から神に正直になりたいです。アメン。この放送で祈ることを覚えました。欲望に正直から神に正直になりたいです。初めてニコ生であなたと出会えたことを神様に感謝する。聖霊の声に耳を固く傾けましたか。あなたと出会えたことを神様に感謝する。楽しく生きてたら極楽人生になれた。正直に生きて悩み無用。極楽人生になれた。自分の罪深さに気づきました。正直に生きて悩み無用。自分の罪深さに気づきました。この放送で旧の言うことも一理あると気づいた。洗礼は聖書読んでないけど受けられます。はい、受けられますよ。よしきさん、受けられます。洗礼は聖書読んでないけど受けられます。はい、受けられますよ。よしきさん、私はクリスチャンになれますか。なれます。正直言って不倫行をやめました。アメン。なれます。この放送で天国を目指す旅がスタートしました。アメン。この放送で天国を目指す、この老人のように生きたい。スタートしました。もうイエス様以外は愛せません。この老人のように生きたい。もうイエス様以外は愛せません。離婚して子供と別れ満たされなかった。信仰で改善した。離婚して子供と別れ満たされなかった。信仰で改善した。私は死ぬまで信仰を守り通します。アメン。私は死ぬまで信仰を守り通します。信じなくても信じたふりをすれば洗礼受けられますか。ダメです。信じなきゃダメですね。この放送で生きる喜びを感じ始めました。洗礼受けられますか。ダメです。信じなきゃダメですね。この放送で生きる喜びを感じ始めました。イエス様以外しかとりあえず洗礼だけ受けてみたいです。アメン。イエス様以外しか。神様は素晴らしいです。ヨシキさん、とりあえず洗礼だけ受けてみたいです。アメン。神様は素晴らしいです。ヨシキさん、以前はあなたは変わり者だと思ってた。今はあなたとイエス様に感謝している。人を救いたいと思いましたね。ヨシキさん、アメン。今はあなたとイエス様に感謝している。人を救いたいと思いましたね。ヨシキさん、この放送で冷めた夫婦仲が元に戻り新しい命が生まれた。おめでとうございます。この放送で冷めた夫婦仲が元に戻り新しい。洗礼だけでもいいですか。いいですよ。
ネタで宣伝受けてもそれはダメです。宣伝だけでもいいですか。いいですよ。ネタで宣伝受けてもそれはダメです。この放送で多くのクリスチャン用語を覚えました。天国でインターネットを使えますか。インターネット以上のものがあると思います。天国でインターネットを使えますか。インターネット以上のものがあると思います。この放送を見始めて1年になります。数々の恵みを感謝します。この放送を見始めて1年になります。数々の恵みを、イエス様の愛で心が満たされました。一昨日の放送で神様を確信しました。アメン。一昨日の放送で神様を確信しました。アメン。イエス様によって清められたい。この放送がなければまだ神社通いを通いをしていました。この放送がなければ預言者はなぜ神の言葉を理解できるのですか。賜物ですね。賜物です。神様に正直になった時の解放感が異常でした。命を得るためにイエス様に命を捧げます。正直に生きたら楽になりました。命を得るためにイエス様に命を捧げます。正直に生きたら楽になりました。天国ではお金がなくても食べていけるんですか。もちろんです。もちろんです。この地上でもそうですね。お金がなくても食べていけるこの地上でも神様が養ってくれます。もちろんです。この地上でもそうですね。この地上でも神様が養ってくれます。天国大学に入学して大正解でした。天国大学に入学して大正解でした。絶対に絶対に絶対に天国はあります。絶対に絶対に絶対に天国は、正直言って十字架を見たくなりました。神様の力で病弱の娘の病気が完全に治りかけました。神様の力で病弱の娘の病気が完全に治り、自分が全部悪いんだと思ってました。でも希望が見えたんです。ヨシキさん、アメン。自分が全部悪いんだと思ってました。でも牧師のおかげで悪しき物欲が消えました。ユーバーさん、イエス様のおかげです。イエス様のおかげです。悪しき物欲が消えました。政府はチャーススクールを支援すべきだと思った。イエス様のおかげです。クリスチャンになったら餓死しないとないって本当ですか。本当だと思います。クリスチャンになったら餓死しないとないって本当ですか。本当だと思います。イエス様の復活は本当で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 す。ネガティブな曲ばっかり好きでした。でも変わりました。ヨシキさん、アメン。ネガティブな曲ばっかり好きでした。でも変わりました。ヨシキさん、アメン。明日の礼拝放送すごく楽しみです。明日の本当に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 天国は最高だ。キーちゃんを見て俺も正直に生きるべきと思った。本当に天国は最高だ。キーちゃんを見て俺も正直に、応援してくれる人のためにも頑張ろうと思いました。ヨシキさん、サタンの誘惑に勝てるよう日々進行しています。ヨシキさん、サタンの誘惑に勝てるよう日々、イエス様を信じようじゃないかと思った。イエス様を信じようじゃないかと思った。とってもとっても大好きよ。神様に与えられた人生、イエス様の御言葉でがんが治りました。アメン。イエス様の御言葉でがんが治りました。はい、ありがとうございました。
証、素晴らしい証、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。イエス軍団の洗礼を受けたくなった。素晴らしい証、ありがとうございました。明るい天国会社に就職希望だわ。イエス軍団の洗礼を受けたくなった。明るい天国会社に就職希望だわ。はい、ありがとうございました。進行したら髪の毛がふさふさになりました。はい、ありがとうございました。進行したら髪の毛がふさふさになりました。土曜の夜も遊びに行かず天国大学の授業を受けます。アメン。大正解です。大正解です。天国大学の授業を受けます。アメン。大正解です。大正解です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。つまりですね、真実を愛する、まあ、神様は真実な方です。アメン。真実を愛する、そして神の言葉も真実です。神様は真実。つまり正直に生きるというのは、そして神の正直に生きるということは神を愛するからですね。正直に生きるというのは神様を愛するから、ということは神を真実な神様を愛する、真実な神様を愛するから真実を愛する、正直を愛するということですね。真実な神様を愛する。妹がクリスチャンになると言ってくれた。嬉しい、すごい嬉しい。アメン。そして皆さん、悪魔は嘘つきです。悪魔は嘘つきだから、悪魔は嘘つき、その悪魔を愛する者は悪魔を嘘つき、嘘を愛する、悪魔を愛する者は嘘を愛するということになります。嘘を愛する、つまり嘘を平気でつくというのは、嘘を愛するというまさに悪魔を愛するということになるでしょう。嘘を平気でつくというのは、悔やためるというのは、まさにその悪魔を愛し嘘を愛してきたことを悔やためて、真実のイエス様を愛し真実のイエス様の御言葉を愛するということになるでしょう。イエス様を愛し、つまり正直に生きるというのは、いいですか皆さん、正直に生きるというのはイエスキリストを信じる信仰によって生きるということです。正直に生きるというのは、正直に生きるということはイエスキリストを信じる信仰で生きる、それが正直に生きるということです。イエスキリストを、つまり信仰で生きる、イエス様を信じなければ、それが正直に生きるということです。イエス様を信じなければ正直に生きることはできない。イエス様を正直に生きることはできないと言えるでしょう。ことはできない。ですから皆さん、正直に正直に生きるということは大事なことなんです。ですから正直に生きるということは、正直に生きるということはイエスキリストを信じる信仰で生きる。正直に生きるということは、イエスキリストを信じる信仰で生きるということになるでしょう。ぜひ皆さん、そういう生き方をしましょう。ね、そういう生き方をしましょう。ぜひ皆さん、もう、そういう生き方をしましょう。ね、嘘をつきたくない。正直に生きたい。イエス様に対して正直に生きたい。正直に生きたい。真実に。対してイエス様に対して真実に対して正直に生きたい。嘘を憎みたい。嘘を憎もう、そういうふうに皆さん思ってください。なぜならば神様は正しい方だからです。皆さん思ってください。神様は正しい方ですから、ならば神様は神を愛するということです。神様は正しさを愛するのではないでしょうか。神を愛するということ、イエス様の御言葉がその善悪の基準です。イエス様の御言葉が善悪の基準です。ぜひ皆さん、イエス様の正しく生きるためには、善悪の基準です。正しく生きるためにはイエス様の教えを知らなければ生きれないです。イエス様の教えを、ぜひ皆さん、今からでも遅くありません。今からでも遅くありません。イエス様にあって正しく行きましょう。遅くありません。ね、
イエス様にあって正しく生きましょう。イエス様にあって正しく生きましょう。ね。イエス様にあって正しく生きましょう。多くの人は嘘を愛していますね。多くの人は嘘を愛しています。多くの人は嘘を愛しています、ね。しかし、私たちは真実を愛します。アメン。そして、しかし私たちはその真実に生きる方が当然、そして人に信用されます。その真実に生きる方が当然、もちろん人に信用されます。人間関係も良くなります。嘘をついたらば、ね、もう信用されません。でもよくなります。嘘をついたら信用されません。ついたらば、ね、もう信用。私は本物のクリスチャンです。ヨシキさん、アメン。信用されません。それじゃあ招きをしましょう。クリスチャンです。ヨシキさん、アメン。今日の放送を聞いて、なるほど。それじゃあ招きをしましょう。分かってきた。分かってきた。放送を聞いて、自分の罪を認めて。なるほど。自分の罪を認めて、イエス様に対して正直に生きていこう。もう自分の罪を認めて、嘘を憎んで、イエス様に対して正直に生きていこう。もう嘘を憎んで、嘘を憎んで、神様に向かって神様正直に生きていこう。神様に向かって正直に生きていこう。そのように思う方、アメンと言ってください。正直に生きていこう。今日の説明で初めて信仰の大切さが分かった。アメン。そのように思うか。これからは正直に生きていこう。今日の説明で嘘のない生き方を求めよう。神様に対して正直に生きていこう。正直に生きていこう。人に向かっても正直に生きていこう。生き方を求め。そのように決心する人。アメン。に対して正直に生きていこう。イエス様を信じて。人に向かっても正直。イエス様を信じて正直に生きていこうと決心する人。決心する人。アメン。アメン。素晴らしい。イエス様を信じて。素晴らしい。イエス様を信じて正直に生きていこうと決心する。正直に生きていこうという人がたくさんいます。素晴らしい。正直に生きていこうという人がたくさんいます。素晴らしいです。正直に生きていこうという人がたくさんいます。素晴らしいです。本物エイジさん、アメン。正直に生きていこうという人がたくさんいます。本物エイジさん、アメン。ヨシキさん、アメン。素晴らしい。ワントクさん、アメン。本物エイジさん、アメン。アメン。本物天のお父様、感謝します。今日の放送感謝します。ワントクさん、アメン。たくさんの方が正直に生きるということを学びました。天のお父様、感謝します。あなたに対して正直に生きたいのです。たくさんの方が今まではあなたに背を向け、あなたに対して正直ではなかったことを悔い改めます。イエス様、私たちの心をまっすぐにして、私たちの心があなたに対してまっすぐとなりますように。あなたの命令、あなたの教えに対して私たちがまっすぐに生きれるようにしてください。私たちの心から嘘を取り除けてください。嘘を取ってください。私たちを傲慢にする嘘、私たちを高ぶらせる嘘を取って、私たちが正直に生きれるように正直者に変えてください。正直者に変えてください。そして今アメンと言った方々が罪が許されクリスチャンとなりますように。クリスチャンとなりますように。この世の光として正しく生きれるものを起こしてください。リスナー全員がこれからは正しく生きることができますように。イエス様に向かって正直に、正しく生きれるように励ましてください。強めてください。そして、愛を持って真理を語り、愛を持って真理を語るような器となっていきますように。この世から嘘を取り除けてください。日本から嘘を取り除けてください。日本が真実の国となりますように。正義のある国となりますように。あらゆる嘘を取ってください。あなたの父よ、日本を清めてください。日本を清めてください。日本から不正がなくなりますように。嘘がなくなりますように。悪がなくなりますように。日本を清めてください。
イエス様の皆によってお祈りします。アーメン、アーメン。皆さん大きな声でアーメン。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。皆さん気持ちがいいですね。正直っていうのは気持ちがいいです。明日朝10時半礼拝がありますよ。朝10時半礼拝来てください。おやすみなさい。シャローン。礼拝がありますよ。シャローン。シャローン。シャローン。アメン。アメン。シャロー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 ン。アメン。アメン。シャローン。シャローン。